ツイステツムといえば、リドル、マレウス、スケアリーマレウス、グリムなど、まあ何体かすごく強いツムとしてのブランドを立ち上げたツムというのも何種類か存在します。ですが、指で片手で数えるほどの数しかいません。ツイステツム自体は19種類もいるんですけど、何体かはあまりいい評価を受けていません。どこぞの誰かは弱いとまで言ってバカにしてました。ですが、うまくやれば話は別ということで、今回は実はうまくやればまだ全然救いがあるツムというのを5匹厳選していきましたので紹介したいと思います。なお、今回の動画はですね、マルデレラさんのプレイの実績だったりとか、そういったのを使っていますので、ぜひですね、マルデレラさんの、そのツイステのキャラたちのプレイもぜひぜひご覧ください。というわけでよろしくお願いいたします。1人目はカリムですね。カリムは第1弾で登場して、その中でもちょっと一番弱いんじゃないのと言われてていたツムなんですけど、全言撤回します。このツム普通に強いです。ジャイロを使わなければいけないんですけど、ちょっとやっぱり最初のイメージがあったせいか、ジャイロを使って5000、6000稼げるだけでも、ちょっと強くないってなるんですよね。で、本当に上振れたりすると7000、8000、これガチでいけます。僕何回かプレイしましたけど、こう6000後半1回出すことができて、何回かやればもう7000、もしくは8000とかフルアイテムとか使ったらいけるかもしれません。っていうくらいカリムは全然強かったですね。コツとしては、最初のピョンピョンピョンって、ちょっとした数箇所消去が終わったら、ちょっとふわってあげる。本当にこれふわってあげるだけでいいです。一気に傾ける必要はありません。一瞬だけ水平にして、ちょっと徐々に戻していく。ほんとそんな感じでいいです。それをするだけで20後半しか消せないんじゃんっていう、あの消去を少しだけ増やすことができます。まあ32大ツム絡んだら35、6消すことができるツムになります。続いてはフロイドですね。フロイドはマイナス補正値が4とね、だいぶ痛手を食らってしまったんですけど、めちゃめちゃ消すんですよ。まあなんかフロイドらしいと言いますかね。で、このフロイドもジャイロを使うことによって、60以上、持って言うと70消去合計でしてくれます。コツとしては、こう右上に傾けて、フロイドがジャンプをするに合わせて、その右上に持ってったツムを左下に寄せる感じでジャイロをすると、乱れたちぺんさんが言ってました。現にそれをやったらですね、結構30消去が割と安定しましたね。35とか消去数は伸びました。続いてはデュースです。スキルはジグザグにツムを消す、そして必要ツム数が14と、非常に軽い消去系のツムとなっています。プレイのコツとしては、タイムとフィーバーの再突入、これだけを少し意識するだけでもだいぶコイン数は違ってくるんじゃないかなと思います。この中で紹介するツムたちの中だったら、比較的に簡単にコイン数を上げることはできるんじゃないかなと思っています。大ツムとか絡んだりしたりとか、盤面のツムがデュース多かったりした場合は、全然スキルループなんかもできますので、非常に爽快で楽しいツムになってるんじゃないかなと思います。続いてビルです。必要ツム数が15、そしてスキルはランダムでツムを消す。さっきのデュースとは違って、ランダム消去系になっていますので、あまり盤面が整っていなくてもスキルを打ってしまえば、必ず37消去してくれるツムになります。なので、繰り越しですね。繰り越しとかボムキャンをしまくることができる、消去系の中ではなかなか難しい方のツムにはなってくるかと思うんですけど、ランダム消去系っていっぱいいるんですけど、その中でもまだ必要ツム数が15で、補正値もそこまでないツムになってますので、全然コイン数を伸ばすことはできるツムになってると思います。だけで最後にイデアです。イデアは必要ツム数が17で、2段階消去系をスキルを持っています。2段階消去系なので、必要ツム数が17となっていますが、そこまで多いなという感じはあまりないです。その代わり、彼もマイナス補正があるツムにはなってますので、他のないツムと比べたら、稼ぐことはできないんですけど、僕も彼でちょっとプレイしたら7800コインいくことができました。ジャイロでオルトの消去量を増やすことによって、合計で50ぐらいの、その消した50の中にイデアが何体いるかって話ですよ。そこで17体以上消すことができれば、全然スキルループもするし、何より今まで僕が紹介してきたツムの中で個人的に一番見やすい、
のがこのイデアなのって全然やりがいはあるかなと思います。オルトのジャイロで20ぐらい消すことができたら万々歳って感じですね。はい、というわけで本気を出せばまだ抗うことができるんじゃないかという追跡説明だったんですけど、まあ、ちょっとこれだけは言っておきたいんですけど、確かにマレデレラさんはすごいっていうことなんですけど、マレデレラさんがすごいのは間違いないし、まあ、マレデレラさんがやったことによって、まあ、このツムたちも可能性が見えてきたと思うんですよ。で、ここで、はいはい、マレデレラさんになってほしくないんですよ。僕もこの動画を撮るにあたって何回かプレイしたんですけど、結構6000以上稼ぐことができたし、まあ、昔の自分を叱りたいなっていうぐらいに全然可能性に満ちてたんですね。で、僕イデアで7000とかいけた時は本当にびっくりしましたね。本当にそのぐらい可能性に秘めているツムになってますので、もう本当にスキルマックスのツムたちが多いよとか、もうマリウスもスキルマックスになったしちょっと興味あるなっていう人はぜひぜひやってみてください。というわけで今回の動画は以上となります。それでは。